その向こう側が、まあ、備蓄倉庫です。これね、防災公園ということでね、防災シェルターなんですよ。まあ、仮設テントに変身します。まあ、いつもはこんな感じでどこにでもある、まあ、東屋的なものなんですけど、まあ、いざとなったら仮設テントになります。まあ、その時にまあ、作り方ですね、こういった感じ。なかなか簡単なような難しいような、そんな雰囲気になってます。あ、こちらですね。まあ、屋内はこういったまあものがあるんですね。すごいね。まあ、こういった、まあ、パイプで、面白いね。防災シェルターです。こちらは防災パーコラです。災害時、行事、仮設テントとしてご使用いただきます。いつもはこう。なかなか大掛かりだから大変そうです。これが防災パーゴラです。面白いね。これはね、かまどベンチだそうです。かまどに変身するベンチ。煮炊きのためにかまどとしてご使用いただきます。まあ、普段はね、普通のベンチです。まあ、上の、まあ、天板っていうのを外して、それを、まあ、風切りの、まあ、側面に移動させるんですね。そして、まあ、網を上に張るんですね。そして下で火を起こすんですね。こういったかまどベンチです。いろいろ考えるね。はい、防災公園ということでね、ここには防災井戸です。これは飲むための水ではないですね。まあ、地震などの災害で水道の水が出なくなった時に、まあ、トイレなどの生活用水として使用できます。まあ、飲料水としては利用できませんのでご注意ください。なるほど。まあ、こちらには昔ながらの井戸があるんですよ。面白いですね。あ、注意用としてますよね。あ、この一角だけちょっと養生中ですね。はい、こちらがね、まあ、おとといオープンしたばかりの、まあ、藤岡市の防災公園です。はい、じゃあちょっと出るかどうか。まあ、防災時じゃないんだけど。あ、出ますね。なるほど。ああ、なるほど、なるほど。こういった井戸です。まあ、今は普通にね、まあ、パチャパチャできるような感じになってます。これ踏み板ストレッチだそうです。どういうんだろうね。あれ、
もう。あ、ちょっとよくわかりませんね。これは足つぼマッサージだそうです。これ裸足の方がいいんですかね。何気にね、こっちの若竹踏みの方がいいかもしれない。いいですね。ちょっと腹筋ベンチやってみますね。これはなかなか大変そうですね。いやさ、大変だね。これはバランス円盤だそうです。これはね、腕立て棒でそうです。これはね、背伸ばしベンチだそうです。
伸びない。はい、ご視聴ありがとうございました。ああ、大変だ。